皆さんこんにちは、木村直樹です。今回はですね、だいたい2万円弱ぐらいでロー撮影、動画のすごいリッチなデータ量で撮影できるロー収録っていうのがあるんですけど、それができる EOS M っていうのを、紹介します。まあカメラっていうかハッキングなんですけど、この EOS M っていうのと、あとそれのハッキングするツールであるマジックランタンっていうのを導入する、それの、導入方法、使い方を紹介いたします。はい、メニューはですね、こんな感じになっておりまして、まずですね、まあ、概要を述べまして、それからそのソフトウェアもろもろをどうやって導入するかっていうのを述べまして、まあメニュー全部英語なんですよね。だからメニューをちょっと、まあ僕全部知ってるわけじゃないんですけど、軽く解説して、まあフル HD と、あと 4K がちょっと撮れるみたいな4K とかがちょっと撮れるみたいな感じなんで、それをまあ軽くそれぞれをこうどのぐらい撮れるかっていうのを見て、でそれが取り込むときに一回パソコンで、またそのマジックランタン専用のソフトウェアっていうのを誰かが開発してくれててですね、それを使ってダヴィンチレゾルブにシネマ DNG ローっていうのに変換してダヴィンチレゾルブとかに入れるんですけど、っていうのを見て、まあっていう感じの、もうこれを見ればマジックランタンは絶対導入できるっていう動画です。これは、はい、まあ例えばね、ブラックマジックのポケットシネマカメラをはじめ、あとは例えばニコンの Z、最近のそのミラーレスとかでも外部収録でローができたり、キャノンの R5 なんかは 8K のローが内部収録できたりとかっていう感じで、ま、動画でね、結構そのこういう一眼ミラーレスでもローが撮れるっていうのが結構普及してきてるとは思うんですけど、おそらくそれの走りがマジックランタンっていう、今回紹介するマジックランタンっていうやつなんですよね。まあ今フテージかぶせてる感じで、これは本当に1万円とか1万5千円ぐらいのカメラ EOS M で撮った画像なんですよ。でこういう風にシネスコになってるんですけど、これはそのマジックランタンっていうツールですね。それからそのカメラのそもそもの収録って H264 だってやつで、色も作って圧縮して、SD カードの通信速度だとかデータ量がそんな大きくなると扱いにくいからってんで、どっちかっていうと動画は今圧縮するのが普通だったし、そうじゃないと誰も扱えなかったんで、でももう性能の限界ギリギリまで、実はそうハッキングすると、実はロー取れたみたいな、でこうシネスコになってるのは、限界まで頑張って ここまでのレゾリューションですっていうことなんですよね。で今そのブラックマジック 4K6K、 それからR5 もそうだし、プロレズローとかで各社日本のメーカーのミラーレスも HDMI アウトからローを取れるしっていう風になってきたのは、あとシグマ FP なんかもフルサイズで全部ローが撮れるとってなってきたのは、多分僕はそのこのマジックランタンが最初かなっていうふうに思ってて、まあ多分そうなんですよ。マジックランタンのせいなんですよ。iPhone で Apple Store っていうのがあると思うんですけど、App Store ですね。これ iPhone も実は App Store って Apple が作ったわけじゃなくて、最初はいろんな人たちが、プログラマーたちが、エンジニアたちが、こうハッキングして、どっちかっていうと市場で作ったんですよね。で、iPhone をその中に、自分の好きなこういうのがあったらいいなっていう機能をもう純正待たないで、自分で作っちゃったっていう。で、それをしかも販売できるシディアっていうのを作っちゃった。で、それをインストールできるために、脱獄っていうの、ちょっと前まではあったんですよね。5、6年前まではあったんですよね。まあ今、アップストア、純正のアップストアの方が、全然使い勝手も全部いいし、もちろんハッキングするとサポート対象外になるんで、動作も不安定になるし、まあ、もろもろで、今はその iPhone のシディアっていうのは低迷してると思うんですけど、あとはプロテクトも多分大変きつくなったと思うんですよ。っていうののキャノンバージョンがマジックランタンなんですよね。まあ、それが概要で、とにかく2万円以内で、まあ、APS-C サイズ、1.6 倍クロップの APS-C サイズで、この USM なんかと、で、5D Mark III とか、一眼の、7D とかそういうのにもマジックランタン自体は入れられるんですけど、この EOS M に最近そのマジックランタンが対応したんですよね。 EOS M っていつぐらいのカメラか分かんないですけど、どっちかっていうとエントリーレベルの安めのカメラで、安いんですよね、今中古で1万円ちょいとかそういう感じなんですよね。それで14ビットのローが撮れてしまうっていう。だから一番最初に本当はもう安定動作するロー撮れるポケシネでもいいし FP でもいいし他のでもいいけど、それ買った方がまあ安定してるんで、そっちの方がいいはいいんですけど、今となっては。ただし最低価格として1万円ちょいからエントリーできるんですよ、っていうのでまあ紹介しようかなと思って。
でやっぱりあのローで撮るとあのやっぱり綺麗です。それはあの、まあ、比較とかはこの動画ではしないんですけど H264 とあのマジックランタン比較みたいな動画いっぱいあるんでそれちょっと見てもらえればいいかなと思うんですけどっていう感じです。ちょっと長くなりましたね。はい。でこれ結構3月初めぐらいに僕ヤフオクであのこのカメラ買ったんですけど EOS Aもどっちかっていうとエントリーレベルのカメラでもうちっちゃいんですよね。かなりこんなちっちゃいんですよね。で、まあ、なんで買ったかっていうと、8ミリのレンズ。あの、D マウントのレンズでローを撮れるカメラがないんですよ。スーパー16ミリは、この今上で撮ってる BMPCC のオリジナルでいいんですけど、これがね、D マウントでもしかしたら、このマジックランタンのそのクロップモードをうまく使えばできるんじゃないかなっていう、8ミリロー撮れるんじゃないかなっていう、淡い期待があって、あの、それ買って試してみたんですよね。で、結果、それはできなかったんですけど、あの、まずマウントアダプターがない。まあ、そういう結果だったんですけど、しょうがないから C マウントで使うことにしました。なので、まあ、個人的な話になるんですけど、マジックランタンは、こちらの C マウントのレンズ、そしてこの上にある BMPCC は、アリフレックスマウントっていうことで、それ、みんな、それぞれ1カメラ、1マウント体制っていうのが今できました。はい。で、もう安いんですよ、本当に。1万円ぐらいで僕は買いました。で、まあ、ケージとか、海外の人とかで、そのマジックランタンのもうソサイエティみたいな、コミュニティみたいなのがあって、あの、みんなそれぞれ実験したり、で、プログラムできる人は、あの、YouTuber でジークっていうオーストラリアの人がいるんですけど、その人はプリセット書き換えたりしてるんですよね。っていうなんかもうめちゃめちゃ面白い、あの、分野で、ただし、あの、仕事では使えないだろうなっていうふうには思ってるんですけど。っていうので、まず何が必要かっていうことなんですよね。導入するにあたって。で、これは EOS M で、もちろんマジックランタンは一眼レフ、マーク2、マーク3、EOS マーク2、マーク3、7D とか、あと、もっとエントリーレベルのカメラとか、EOS で、ミラーレスは EOS M と EOS M2 まで対応してます。KIS M とかは対応してないんですけど、それで 14bit ローの 4K がちょっと撮れるとかそういう感じ、M は。それで、必要なものっていうのは、そのマジックランタンのホームページ行ってもらって、対応している EOS のカメラですね。それを、あの、確認してもらって、まあ、一番安いのはこの、一番いいのは、この EOS M だと思います。はい。で、EOS M のカメラボディと、まあ、対応した、あの、M マウントですね。キャノンの方の M マウントのレンズ。M マウントのレンズ。または、あの、16mm は使える。または、そのマウントアダプターつけて EF レンズをつけるなり、一眼レフ用のレンズはつけられる。まあ、ので、まあ、カメラボディとレンズがまず最低限必要で、これで、これが1万円のこれ締めて、まあ、2万ちょいぐらいで、まあ、いけると思います。はい。で、もっとですね、パソコンが必要です。こちらの iMac。これはインストールとかをするときに必要になってくるんですけど、あと変換をするのに必要なんですけど、それから、このメディアですね。メディアが必要になってきます。メディアの、もう動作確認されているやつっていうのがあって、この 95Mbps のサンディスクの2頃は、ちょっとやめた方が良さそう。撮れないわけじゃなかったんだけど、その、オーストラリアの YouTuber のジークっていう人は、これ使ってるんですね。170Mbps の256、まあ、V30 を使ってるんですよね。で、512ぐらいまであって、そんなにこれ高くないから、一応、256GB で8000ぐらいのはずなんで、これがいいっぽいですね。まあ、僕も現状使ってる間に。るところこれが良いっぽいです。で、導入方法いっちゃいますけど、まずはですね、マジックランタンのパソコンをまず開きましょうっていうところで、ホームページに行きます。マジックランタン FM っていうところに行きます。それで、まあこんな感じで出てくるんですけど、まあやっぱり一番、そのマジックランタンの中で一番できる、撮れる、一番その最大スペックで撮れるっていうのが EOS Mark III なんで、Mark III いいなって思ってるんですけど、まあちょっとまだ手が出ない。で、EOS M 行けですよね。まあこんな感じで、まあサイトがあって、ダウンロードっていうところからですね、このナイトリービルズっていうのをダウンロードすれば、あの一応、まあ、マジックランタンってはあの非正規ソフトなんだけど、その中でも一応動作確認されているやつが出てきますと、ソフトウェアがね。で、対応しているカメラ、それぞれのバージョンのやつを。で、この EOS M ってやつが、まあ、今回は EOS M なんで、これをま、ダウンロードするんですけど、まあ、ダウンロードしてみましょうか。はい。マジカル、アロー。まあ、この3つのファイルがあるので、この3つのファイルをですね、それぞれ、ナイトリービルズダウンロードしたら、これを、
その DCIM とかと一番上のところに階層に入れる、うん、でこのメモリーカードを、入れるとっていう流れになるんですけども、はい、実はマジックランタンっていうソフトウェア あのマジックランタンのページから来たやつよりも新しいバージョンっていうのがあってですね、どうやらいろんな人がマジックランタンのその元々のやつを改造して作ってるのが、探すと各所、それは Facebook のマジックランタングループもそうだし、各所そういうのが起こってんですよね。で、YouTube でジーク ZEEK で検索してもらえると、ジークも配布してくれてるんですよ。で、そっちのバージョンの方がどうやら使いやすそうだぞというところで、まあ、リンクももちろん貼っとくんですけど、で、今僕が動作確認できているものが、このクロップレック 4KMLB SND ローオンリー2021 FEB04 だから先月できたやつみたいなやつを僕は動作確認できたんで、それを使います、今回も。で、なのでそれをですね、おっとなんかバグったぞ、ここに、EOS デジタルに入れればいいんですけど、 Windows だったらそのままで大丈夫です。ただ Mac の Big Sur からなんとデータのちょっとこうやり方が変わったらしいんですよ、 SD カードとかので。 Big Sur だとコピーしてもインストールできないっていう風になっちゃうんですよね、最終的に。ででもそれを回避する方法もあるんで、その回避する方法をまず説明します。今 Mac のどっちも僕はその Mac の iOS の Big Sur、 MacOS の Big Sur 使ってるんで、そのままコピーすると、インストールできないんで、ディスクユーティリティに行って、ディスクユーティリティにまず行きます。で、この EOS デジタルを、もう消しますと。で、EOS デジ、名前は EOS デジタルでいいんですけど、これをですね、MS-DOS FAT で一回フォーマットします。はい。で、今、フォーマットできたんですけど、これフォーマットできない時があるんですよね。そういう時は、一回 EX FAT で、フォーマットします。そうすると、今度もう一回 MS-DOS FAT を試すと、はい、できましたということですね。はい、できました。それで、ここに、マジックランタンの3つのデータを入れます。はい。で、Mac は一旦 OK で、メディアを、ここに入れますと。で、インストールするときに、フォトモード、ここですね、フォトモードです。ここがここにします、絶対します。で、電源を入れると、で、セットアップに行くんですね。メニューに行って、メニューからメニューの一番ここにファームウェアアップデートっていうのがあるんですよね。これをファームウェアアップデートを通してマジックランタンを入れるっていうことなんですよ。これでまあもう赤く点滅して、これ絶対純正だともう絶対ないんで、これ赤く点滅するの。これでプリーズリスタというカメラなんで一回オフります。オンにすると、はい、これでですね、マジックランタンがインストールされた状態になってます。ちなみにアンインストールしたいときはこのままですね、ファームウェアアップデートをするじゃないですか。この下に、1分待ってください。アンインストールするには1分待ってくださいっていう文字が出てるんで、これを、待ってればいいっていうことなんですよね。でも、アンインストールしないんで、もう一回電源入れます。はい。で、まあ、実際マジックランタン使うときは、ここを動画モードで使います。そうすると、画角が、マジックランタン用の画角になったんですよ。ちなみにこうセットで押すと、3倍クロップ、スーパー 16mm のクロップと APS-C を切り替えられるんですよ。だから僕の場合はアンジェイの C マウントで使ってるんで、基本的に全部クロップモードで使える。これ大体、16mm に近似してる画角になります。っていうのがインストールまでです。はい。ここからですね、マジックランタンのメニューを見ていくのと、あと、試しに撮ってみるっていう。で、どのぐらい、サンディスクの 170MB パーセコンズ V30 のやつで、どのぐらい収録できるかっていうことです。どのぐらいのレゾリューション
を収録できるかっていうところをちょっと、見ていきたいと思います。はい。メニューに行くのに、まずこの画面を見てもらえると分かると思うんですけど、最初、デフォルトがシネスコなんですよね。で、シャッタースピードが42分の1ってなってて、ここで回すと、これはそもそも、EOSM 自体そういう、これできるんですけど、まずホワイトバランスがめちゃめちゃになってんで、マジックランタンのメニューに行く前に一回直しますか、ホワイトバランスを。ホワイトバランスはどこで直すんだろう。タップで入るんですよ。で、これはですね、かなりプリセットとして、なんていうのか、プリセットがこうもう作ってくれてる感じなんですよね。で、一旦、僕が見た感じ、HD ですね、1080p って言ってんだけど、実際には 1800×754 の、1920じゃないところがミソなんですけど、こんな感じなんですよね、メニューはね。これにしといて、で、こう3倍クロップが今オンになってるんですよね。で、これタップなんですよ。タップで行ったり来たりするんですよね。で、ホワイトバランスをまず直しましょうっていうことで、右からのハイライトがすごいあれなんで、3200K にしちゃいましょうか。今、こっちの顔の右側にタングステンライトが来てて、こっちから、LED の 5600K になってるんですけど、で、これ押すと、ホワイトバランスが変わったと。で、とりあえずですね、このね、ピーキングとかもあるんだけど、そんな使いやすくはなくて、ヒストグラムはつけといた方がいいのかな。そうっすね。で、左から、このホワイトバランスとかの、設定画面。デュアルISOっていうのもあるんだけど、僕の環境ではちゃんと撮れなかったんで、使ってないです。で、ここがヒストグラム系、ビデオブラとかもつけられると。で、ここが動画の、収録比較メニューで一番使うんですけど、プリセットっていうのが一応いろいろ選べて、これは後で一個ずつやります。カスタムモジュールズっていうのがこれですね。スタートアップキーにしとくと、設定したやつを次にもう一回起動した時に同じ設定で始めてくれるんで、とりあえずスタートアップキーにします。CM1234。これ多分カスタムプリセットを登録できるっていうことだと思います。で、レシオが、今、シネスコになってたのをまず一旦16対9に戻しましょう。この辺はですね、あんまり使ってなくて、サウンドレコーディングとかも全部オンにしといた方がいいんです。で、この SD オーバークロックっていうのが、僕がさっきインストールした、マジックランタンのバージョンでは、192MHz になってて、これをですね、オフにすることももちろんできるんだけど、オーバークロックした方が、ハイレゾリューションで長時間の記録ができるようになるはずなんですよね。でも 240MHz にしたら結構ノイズバキバキだったっていう経験がありまして、192のままで、いきます。はい。で、あとの、メニューはあんまりいじんないんですけど、さらっと見てみましょうか、何ができるかっていうのを。はい、HDR ビデオとかもあるんですよね。これ使ってみたいんですけどね、一本の動画に収まらなくなっちゃうんで、一通りの、現代のそのカメラ、ミラーレスカメラ含めついてる機能なんだけど、昔前はこれあったらいいな、タイムラプスとかも結構昔はなかったと思うんで、そういうのをもう先にこう、みんなね、使いたかったのを自分で作ったんですよね。すごいことですよね。で、この辺に最近使ったやつが、ここのところに出てくるんですけどね。基本はこのページと、あとここから一回タップして、サンバー、プリセット何するかっていうところと、等々が、アクセスできれば使えるっていう感じ。で、この 1080p、1800×1012 の16対9の、ロー収録、ロービデオですね。ロービデオで、ビットデプス。このビットデプスっていうのがオフの時14ビットなんですよね。14ビット。で、そのデータ容量と SD カードの速さ、転送速度次第で、10ビットとか12ビットにした方がいい時もあるんですけど、とりあえずオフで、フル HD、要するにフル HD、おっと。これでですね、レックしてみましょう。